出たくなりますよね。おはようございます。シンデレラエクスプレスの渡辺博重です。さて皆さんはですね、新型コロナに対するその関する情報というのはどうやって仕入れてらっしゃいますでしょうか。インターネットだったりテレビだったり、まあ、新聞だったりとかいうことなんです。情報がいろいろ溢れております。兵庫県の新型コロナについての情報はどうしたら手に入るねんということで、広報専門員の清水直美さんにお話をお伺いしようと思います。おはようございます。おはようございます。こんにちは。よろしくお願いいたします。ようこそ兵庫県庁へ。本当にね、素敵なところで、はい、でも早速ね、はいはい、新型コロナに対する情報なんですけど、それをちょっとどうやって知ったらいいのかなと思いました。そう思いましたよ、はい、ちょっとね、お見せしたいものがあるので急いでください。そうなんですか、はい、間に合いません。はいはい、行きましょう行きましょう、はいはい、ということで大急ぎで清水さんが案内したのは、ここは何のお部屋なんですか。ここは一体何が今から始まるんですか。はい、ちょっとカメラとかいろいろあると思うのでお分かりだと思うんですけれども、はい、知事の記者会見がこれから始まります。ここで伊藤知事がいらっしゃるんですか今。そうなんです。会見を、はい、記者会見の様子はインターネットでライブ配信もしていますし、はい、書き起こしたものを後日、はい、配信しますので誰でも見ることができます。なるほど、うん、そしたらもう最新の情報がもうリアルに発信されるということで、うん、そうですね。こちらが知事の記者会見の様子です。新型コロナの対策本部会議を実施した後はこのような記者会見を開いて会議の内容を速やかに発信しているんです。また県民や事業者の皆さんに気をつけていただきたいことを県行政トップの発言として知事自ら発信するというところもこの記者会見のポイントです。いや、初めて知事の会見見ましたよ。ね、緊張感ありましたね、うん、ちょっとこちらもドキドキしますね。ドキドキしました、うん、さあじゃあ続いてまたご案内しますよ。はい、お願いします、はい、ね、ハバタンが見えるかと思うんですけれども、はあ、こちらが広報戦略課です。おー、かっこいい。かっこいい。かっこよくないですか。すごい名前かっこいいですか。めちゃめちゃかっこいいです、はい、戦略課ですよ、はい、さあではどうぞ。いいですか、失礼します、うん、こちらがですね、はあ、私の職場でもある広報戦略課です。一生懸命仕事、ね、仕事をしている最中です、はい、LINE、Twitter、Facebook、はいはい、更新したりもしてます。全て総合力でねそうなんですよ。さあ清水さん、次は何を教えてくれるのでしょう。こちらが、はいはい、今見ていただいているのが兵庫県のホームページです、はいはい、行政からの情報って本当にたくさんあるんですけども、はい、ホームページではほぼ全ての情報を知ることができるんです、はいはい。こちらの緊急事業トップページには新型コロナ情報が集約されています。最新の感染状況を確認できるほか PCR 検査の数や入院者、宿泊療養者の数の情報も得られます。また県民や事業者の皆さんへの支援情報などもこのページに。知りたい内容にいち早くアクセスできるように情報を分類しています。これも全部ここに集約されてるんですね。そうですね、便利ですよね、うん、インターネットが利用できない方にはこちらがあります。毎月県民の皆さんに届けられる県民だより兵庫、新型コロナ対策についての様々な情報が分かりやすく掲載されていますよ。行政のことってなんか我々ね、ちょっとなんかすごく難しく理解するのになんかどうなってんやろとか、うん、悩みの部分をどうやって解決してくれはるやろかとか、うん、そういうの思ってるんですけど、うんうん、やっぱりそこは私たちも常に考えているんですけれども、はい、そこをちょっとでも解消しようと、はい、この広報戦略課で最近あることを始めたので、はあ、渡辺さんまたついてきてください。そうですか、はい、じゃあ行きましょう、はい、行きましょう。新たに始めたものって一体始めたものが、はいはい、YouTube チャンネルです。
YouTube ですか。YouTube 始めはったんですか。はい、いやー、はい、でここで撮ったりもしているので、はあ、見てください。失礼します。はい、うわ、いやこれは、いや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 、もうなんかすごい、はい、こちらが兵庫県ってなんだ？なおみチャンネルです。番組でお知らせしたコロナ対策をさらに掘り下げたり、コロナかもという時の相談先から入院までの流れを解説したり、また県が提供するツールを実際に使ってみて感じたことを配信するなど、行政の取り組みが生活とどう関わっているかという視点で作られています。なんか我々のちゃんと思ってるようなところにちゃんとこう、答えてくださってるような感じがして、うん、ありがたいです。いえいえ、はい、やっぱり自分も私も兵庫県民なので、はい、自分がこう知りたいなとか、はい、実際にやってみてどうやねんっていうところ、はいはい、そこら辺を、はい、お伝えしてます。なるほど、そういうところ配信されてるということ、うん、これやっぱりすごいですね、この YouTube は。今の時代ですもんね、はい、そうですよ、うん、はい、そんな清水さん、 YouTube だけでなく新型コロナと最前線で戦う人々の姿や、新型コロナの影響を大きく受けながらも前向きに進む若者、企業の方々などのリアルな姿を取材して記事にしています。その他、ツイッターや LINE なども含め様々なツールを使って情報を発信していますので、ぜひ一度皆さんも覗いてみてください。いや、もう今回はですね、どうやったらコロナに関する情報が得られるかっていうのが本当によく分かりました。はい、ありがとうございます、はい、これからも県の広報ではスピード感のある分かりやすい情報発信をしていきますので、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。そしてもちろんこの兵庫発信でも情報をお伝えしていきます。ご覧ください。さて、今回の兵庫トピは、県内の高校生の元気とアイディアがいっぱい詰まった地域活性化グルメをご紹介します。まずやってきたのは相生市にある道の駅。すみません、こちらに高校生が開発した商品があると聞いたんですが。はい、はい、こちらになります。こちらが高校生が開発した商品になります。これが全部そうなの？たくさんあるんですね。名産品を使った缶詰や調味料まで幅広い。これユニークですね。ふりかけじゃなくてふりかき。さすがあいおい、西播磨フードセレクションでグランプリに輝いたこともあるそうです。牡蠣のホワイトソースはもったいないから生まれた商品。傷があるために商品化できない牡蠣を有効利用し、フードロス削減にも役立っています。売れ行きはいかがですか？はい、お客さんがね、かなり買っていかれます。今までね、あの牡蠣の加工品とかなかったんですよ。それをね、高校生が考え出してくれたというのでね、もう大変好評でして、嬉しく思っております。ふむふむ、相生産業高校か。ということで、やってきました。すみません、これ知ってますか？あ、知ってます。食べて美味しかったものは？ゆず味噌。なんか文化祭のやつでティティアスの人らが販売してて、多分今学校にいると思う。有力情報ゲット。早速行ってみましょう。こんにちは広報部ティティアスです。商品開発と、今はちょっとコロナの関係でできてないんですけど、販売実習をしています。地元の名物を使った商品開発をメーカーに提案して商品化。その商品のラベル貼りから宣伝まで全て生徒が行っています。この日は次のイベントに備えて見栄えのする商品の並べ方などを試行錯誤していました。またイベントで提供するメニューの考案も。人気商品の一つ、牡蠣のホワイトソースに牛乳を加えてクラムチャウダー風にしてみようと試作中です。お味はどうですか？最初に牡蠣が割ってきますけど、後味いいんで美味しいです
この活動のどんなところが面白いですか？こう販売実習で行った時に、全く知らない人の目の前で商品の説明とかした時に、いろんな人と会話できるにつれて楽しくなりました。今年の新入部員は、この前もなんかゼリー食べてみんなで意見、どこがいいかとかどこがちょっと悪いかなっていうのを言い合うとこが面白かったです。さらにこんなことも。月に1回会議をしています。今日は西播磨フードセレクションのゆずみそぽんが本審査に行くので、それについての報告と、あとはこの牡蠣のホワイトソースについての話をします。なんと食品メーカーやお店とともに定期的に打ち合わせをして、新商品の開発や売上報告などを行っているそうです。ゆずの収穫体験や目の目の農家さんとの座談会を考えています。大人顔負け。地元の魅力をどんどん広めてくださいね。続いての高校生の地域活性化グルメはこの卵。レストラン糖水坊では、すべてのスイーツに地元上郡高校で採れた卵を使用しているんだとか。例えば特殊な釜で焼き上げるモロヘイヤ風味のふわふわシフォンケーキや、スフレチーズケーキには上郡高校の卵がたっぷり使われています。あー、しっとりしていて美味しそう。極め付きはこちらのモロ玉プリン。地元の特産品モロヘイヤを食べて育った鶏が産む上郡高校オリジナルのブランド卵モロ玉を贅沢に使用。オーナーさん、この卵を使う理由は何ですか？ケーキにした時にこう滑らかさとか濃厚さが、あの普通の卵に比較して全然違いますね。あ、もちろん美味しいですね。東海の方からですね、上郡町に移住してきているんですけれども、やっぱりこう地元の方たちが気づいてない上郡町っていいところっていっぱいあるんですね。それをそういうところを少しでも PR をしていって、活性化につなげていければいいなと思いがありましたので、使うようになりました。上郡高校気になりますよね。行ってみましょう。校舎から少し離れたところに、農業科の生徒が授業の一環としておよそ560羽の鶏を飼育している鶏舎があって、実際に卵を集めて販売もしているんです。作業大変じゃないですか？暑い時とかはすぐに弱ったりするんで、しっかりその水が切れてないかとか、体調管理とかをしっかり見回ったりします。そしてこちらがモロ玉専用の小屋。モロヘイヤを混ぜ込んだ餌を与えると、食べる食べる。モロ玉は1日に20個ほどしか取れないそうです。集めた卵は洗浄の後、サイズごとに仕分けして箱詰め。糖水坊のようなレストランに卸したり、毎週行っている学校での市場で販売したりしているそうです。作業終わりの生徒さんにやりがいを聞いてみました。売ってる時にお客さんから感謝の声とかもいただきますので、はい、とてもそういうところにやりがいを感じております。命を大切にすることがどれだけ大切かということを学びました。養鶏と野球に高校生活すべてを捧げた清水くんは、やり残したことがあるそうで。最後にやり残したことといったら、自分は恋愛かなと思いますね。結構険しい道のりですよね。まだまだ人生はこれから。養鶏で培った根性で乗り越えてね。若さはじける高校生が生み出した地域活性化グルメ、ぜひどうぞ。
い秋、小さい秋、小さい秋、見つけた。おはようございます、あやはねまやです。10月に入り、すっかり秋になりましたね。こんな気持ちのいい日は旅に出たくなりますよね。ということで今回は丹波市と丹波高山市に行きたいと思います。とその前にこちら、明智光秀ゆかりの地マップ。今丹波地域は明智光秀で盛り上がっているんです。大河ドラマ麒麟が来るでも大人気。マップには明智光秀ゆかりの地を巡る周遊コースや観光スポットも載っているんですよ。今日はこれを持って旅します。まずはどこかな、丹波市から行ってみよう。ということでやってきたのは道の駅丹波おばあちゃんの里。お客さん結構入ってますね。おー、すごい、皆さん買い物されてる。うわー、な、立派な生しいたけ、これは立派。うわ、おいしそう。あ、これ飲みたら買い物したくなりますね。地元で採れたばかりの新鮮な野菜や果物がずらりと並びます。ご当地のお土産とかも並んでますね。戦国武将のクッキーがあったり、明智光秀のね、土地だからこういうならではのものも置いてるんですね。なんか素敵な雑貨とか。え、これ何の展示なんだろう、かわいい。こちらは丹波市に住む16人の作家が手掛けた作品の展示即売会場。え、このロボットの時計欲しい。丹波の栗、かわいい。なんかお土産に買っていきたくなりますね。さらに丹波戦国名勝伝、物産コーナーのすぐ横には明智光秀に関する資料コーナーがあるんです。いない、中身は。歴史はちょっと苦手という綾羽さん、支配人にお話を伺いました。すごく楽しい場所なんですけど、なんかあの資料館みたいなのもありましたね。そうなんです、こちらの方にね、実はこの黒井城って言われる明智光秀がこの丹波攻めの最後の城落としとしたのがこの黒井城、そのまあ遺跡というのか山頂にまああるわけなんですけど、そこと目と鼻の先ということなんで、まあここに期間限定のちょっと資料館を設けさせてもらったんです。ということはここからもうすぐ近くにそのお城があるんですか。もうそうです、そうです、もう見えるぐらいの距離なんで。黒井城跡が残る山は見えるのですが、だいたい40分くらいで山頂に上がれるんじゃないかなと思います。そう、40分登らなきゃいけないってことですよね。そうです、今日はやめておきます。続いてやってきたのは黒井城跡のふもとにあるお寺、光禅寺。こちらのお寺は黒井城の下館跡なんです。下館とは山の下にある城主の住居のことなんですって。光禅寺は大奥で名を馳せた春日の局の生誕の地として知られています。明智光秀の重臣斎藤利光が城主となり、この下館光禅寺で生まれた娘がお福、後の春日の局なんです。続いて気になった明智光秀ゆかりの地は、ああここかな。わ、明智光秀ゆかりの上りがいっぱい立ってる、ここですね。金山城跡に行こうと思ったんですけど、この上を1時間くらい登らなきゃいけないそうです。1時間か。それでは登った様子をご覧ください。金山城は明智光秀が築いた山城です。
城跡が残る山頂からは明智光秀が見下ろした風景を楽しむことができます。他にも丹波地域には明智光秀ゆかりの地がたくさんあるので歴史探訪をしてみてはいかがでしょうか。続いては丹波篠山市にやってきました。ここからはじゃーん、丹波栗食べ歩きフェア2020。丹波栗の魅力が楽しめる丹波地域のお店や観光地が掲載されていて、このマップかなり使えるんです。うわー、これはすごいですね。美味しい秋を見つけにやってきたのは古民家レストラン山湯。ちょっと都会には絶対にない歴史を感じますけれども、落ち着いた雰囲気の中で丹波栗をたっぷりと使ったメニューが楽しめるんです。こちらが丹波栗膳になります。はー、美味しそうですね。丹波篠山で採れる秋の味覚が詰まった季節限定メニューです。もう豪華絢爛、宝塚の舞台のような午前ですね。いただきます。まずは前菜から。うん、一つ一つの素材が全部が合わさって見事な曲を奏でてますね。これは美味しい。続いては丹波豚の炭火焼き。栗を練り込んだお味噌をつけていただきます。噛めば噛むほど豚の甘い油とお味噌もしっかり甘みがあるんですね。そうですね。でその中に塩気もしっかりあるので合う。めちゃくちゃ合います。そして香りも豊かな栗ご飯。うん、これが欲しかった。栗の風味がすごいしっかりご飯についてますね。はい、こちらは新米と今年の新しい栗になりますので、うん、宝塚の電飾のような輝きです。そうです、はい、この贅沢な空間で歴史のある建物の中でこんなに美味しい丹波栗の御膳が食べられるなんてすごい贅沢ですよね。このゆったりとした、ね、空間でのんびりして帰ってください。いや、もうここに来たらもう丹波地域をもう大満喫できます。綾羽さん、丹波篠山市は栗だけじゃありませんよ。こちらは黒豆の館。名産の黒豆はもちろん、黒豆を使った加工品がたくさん売られていますので、こちらの施設もぜひチェックしてくださいね。美味しいものを楽しんだ綾羽さん、豊かな自然を満喫できる場所へ。篠山チルドレンズミュージアム。すごく雰囲気のある、どこか懐かしみのある建物ですね。廃校となった中学校を活用して自然を生かした遊びを堪能できる施設なんです。親子で参加できるワークショップを定期的に開催しています。今回はカステラ作り。綾羽さんも体験させてもらいました。普段ってお菓子作りとかみんなでやったりします？ほとんどしないです。じゃあいい機会ですね。お子さんと一緒にやってみるのどうですか？あ、楽しいね。どう？楽しい？卵、小麦粉、蜂蜜で生地を作っていきます。生地ができたら大きな釜を使って焼き上げます。自然に囲まれて緑あふれる、はい、なかなか都会にこういう場所ないですから ね。 そうですね。雰囲気が、うん、あの昔懐かしくていいなっていう大人の方もいらっしゃって、うん、もちろんお子さんも一緒に楽しんでいただいている、ご家族で楽しんでいただいてます。丹波篠山市で子どもと遊べる一番の場所ですか、ここは？そうですね、一番と思ってます。待つこと20分。いやー、卵が一番だよ。
焼けてる。もうめちゃくちゃふわふわ。プルプルふわふわです。うわ。さてさて、そのお味は？パティシエになれるかもしれない。なにこれ、めっちゃ美味しいじゃん。美味しい。サクサクで美味しい。サクサクで美味しい。どこら辺がサクサクしてる？これのところ。中はどう？甘い。甘い。うまい。親子におすすめ。あやはねさんも大満足のスポットでした。歴史があって、自然があって、美味しいものがいっぱいあって、実りの秋、丹波地域がおすすめです。ぜひ皆さん行ってみてね。兵庫県からのお願いです。県民の皆さんはガイドラインなどに基づく感染防止策がされていない感染リスクの高い施設の利用や、そうした施設の利用を目的とした県境をまたぐ移動を控えましょう。感染防止策がなされていない施設での大人数での飲み会などはやめましょう。発熱が続くなどの症状があれば、帰国者・接触者相談センターへ相談してください。基礎疾患をお持ちの方などは早めにご相談ください。接触確認アプリココア、兵庫県新型コロナ追跡システムの利用をお願いします。引き続き兵庫スタイルに取り組んでください。特にマスクの着用を徹底してください。事業者の皆さんへのお願いです。ガイドラインに基づく感染防止策の徹底と感染防止対策宣言ポスターの掲示、兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録と、テーブルなどへの QR コードの掲示をお願いします。会議や会話、車の同乗などでは必ずマスクをつけましょう。イベント主催者、施設管理者の皆さんへのお願いです。イベントの開催にあたっては、換気・消毒などの感染防止策のほか、人と人との間隔の確保を徹底してください。検温や手指消毒とともに、マスクのない参加者には配布するなど、全員がマスクを着用できるよう準備しておきましょう。これからも油断せず、うつらない、うつさないとの思いを持って、ご協力をお願いします。